はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県大野郡白川村に来ております。さあ最近はですね白川郷特集ということで白川郷のね動画はねたくさん出してきました。おそらくね、今日がねその白川郷シリーズの最後の動画になるのかなと思います。さあただいま時刻は6時です。僕が今回泊まった場所はこちらですね、太田屋さんっていうね民宿です。すごいですよね、合掌造りのね建物の中に泊まりました。でねお庭にね池がありまして、そちらにはね大きな鯉がいます。うわーた。さあ今日はですねこれから生配信ね朝の白川郷から送るということで今向かっております。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、今ねメインストリートの方向かっているんですけども、やっぱりこの朝の時間はね車のね交通量も少ないですね。でねやっぱりね朝の白川郷涼しいっすね。まあ今僕ねこの T シャツの下にもう一枚着てるんですけども、ちょっと小寒いぐらいですね。うん、おそらく今地元にいたら湿気もあってねジメジメして暑いんだろうなーってね思うかもしれないんですけども、やっぱ白川郷はね涼しいです。はい、メインストリートに来ました。今日はねめちゃくちゃ霧がかっててね、すごく幻想的な空間みたいな雰囲気を醸し出してます。ほら山とかね、霧がね結構今日は強くかかっております。さっきね学生の方とねすれ違ったんですけども、なんかね日暮らしの泣く頃にってアニメがあるんですけども、このお話はこの白川郷の集落に住まれている学生の方をねモチーフにした作品なので、そちらを連想しましたね。なんかほっこりしました。はい、ただいまねライブ配信が終わりました。その様子はねアーカイブ残しておりますので、よかったらそちらも見てください。さあ今から朝ごはんです。朝ごはんの様子はちょっとね他のお客様もいるので、動画では撮れないんですけど、また写真だけはねツイッターにあげます。僕のメインツイッター下の概要欄から飛べますので、朝ごはんどんなのかなって気になる方はぜひねツイッターで見てください。いやー朝ごはんもねめちゃくちゃ美味しかったです。さあもう今ねチェックアウトしたので、最後にねまた展望台に行ってこの白川郷のね風景を見て、あと展望台のところに軽くね食べれるところがあるので、そこでねご飯を食べて、白川郷をね最後にしたいなと思います。さあ展望台にやってきました。ここからの眺めがね一番いいです。ちょっとね皆様にもじっくりねお見せいたします。はい、こちら昨日の場所とはねちょっと違う場所から今日はね眺めてるんですけども、こちらのね景色が一番いいですね。はい、というのも、まあ、今日がね昨日はね結構雨とか曇りで、今ちょっと晴れているので、やっぱり晴れてる時の景色の方がねいいですね。はい、はい、今僕が来たところの展望台ではね写真を撮っていただけます。こんな感じでね写真をね撮っていただきました。これ無料でもらえるやつで、もっと大きい拡大した写真はですね、有料で買うことができます。もし白川郷を来られた時はね、展望台ね今の場所ともう一つねこの奥側にあるんですけども、やっぱり今僕がね行ったこの奥の展望台の景色からの方がねすごく綺麗なので、ぜひ皆さんも行ってみてください。ただね時間帯が限られています。なんでそこの辺はねぜひね調べてね行ってみてください。はい、ここではね、いろいろと食べれるものがあります。こんなおしゃれドリンク、展望台ソーダだったりとか、これも気になるアイスブリュレクレープ、他にも白川郷チュロス当店限定、ゴーって文字が書かれてます。すごいですよね。こちらすごい文字、リオとか好きやよって書かれたチュロスもありますし、飛騨牛ご飯もあったりします。さあいろいろね頼んじゃいました。これアイスブリュレクレープと、これ好きやよって書いてあるチュロスです。可愛いっすよね。であとはブルーベリースです。さあまずはちょっとこれからねいただきます。はい、まずこのアイスブリュレクレープからいただきます。
上のね、このカラメルのところがパリッパリで、中のクリーム濃厚でめちゃくちゃうまいっすね。あ、いい。さあ、お次はね、このブルーベリースです。いただきます。あー、炭酸がめちゃくちゃ効いてる。昨日もね、メインストリートでこういった炭酸のね、ジュース飲んだんですけど、なんか白川郷の炭酸めちゃくちゃ効いてるねたまたまかもしれないんですけど。あー、でも美味しいね。新鮮のブルーベリーを使っているのかな。めちゃくちゃ美味しい。でね、これちょっと後ろちらっと見えるんですけど、このね、白川郷の景色を見ながらね、こういったね、飲み物とかね、食べ物を食べることができるってね、もう最高ですよ、うん、はい。最後はこのスキーヤーよって書いてる岐阜の方言のね、チュロスです。面白かったので買っちゃいました。スキーヤーを。ではいただきます。うん、あったかくてうまい。サクサクですね。このチュロスね、グルテンフリーなんすよ。すごいっすよね。あの、小麦のアレルギーの方も多いし、グルテンフリーを、ね、意識してる方も多いと思うので、このチュロスね、そういったグルテンフリーのチュロスとなっておりますので、気にせず食べれるのかなと思います。いや、美味しい。いや、いいですね。このね、絶景を見ながら食事をすることができます。ぜひ皆さんも来てみてください。はい、白川郷から無事に帰ってきました。はい、急に室内になったとか夜になったとか、あのレイトのヒゲもさっきより薄くなったとか、その辺はね、気にしないでください。ということで、白川郷めちゃくちゃ楽しかった。いや、本当に良かったです。この夏行けて良かったです。あの、白川郷はね、本当に行くと心が安らぎますし、僕にとってパワースポットでね、また新たに色々と活動頑張ろうっていう気持ちになりましたので、ぜひね、皆さんも白川郷行ってみてください。超絶おすすめです。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメ、岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー。